ジョン・ストリングフェロー・ストリングフェローの単用模型飛行機ジョン・ストリングフェローはイギリスの発明家。ウィリアム・ヘンソンの空中蒸気者計画の協力者として知られる。イングランドのシェフィールド生まれ。長時手からはサマセット州チャードでレース網用のボビンと送り装置の製造を制御としていた。同地の友人ヘンソンと組んで野心的な国際企業。 空中輸送株式会社を起業した。その努力にもかかわらず、ストリングフェローによる単用及び産用の実用模型も、ヘンソンによる出力不足の蒸気動力機も、設計に難があった。二人は世間の注目を集めることには成功したが、空中蒸気車実機は未製作のまま計画は頓挫した。ストリングフェローは、ヘンソンが飛行機械開発を断念した後も、 独自に研究を続け、1848年にチャードの廃工場にて、蒸気機関を積んだ単用の模型飛行機をわずか10フィートだが、飛ばすことに成功した。この時は、天井に張られたワイヤーのランナーに懸垂されて滑走し、その端から飛行し、カンバスシートに着陸したその後、約20年間は飛行機開発から遠ざかるが、海英一はエナムの業績に刺激を受け、一馬力の 蒸気機関で動く三つ葉の模型飛行機を製作した。これは総重量が16イギリスポンドという軽量差を実現しており、1868年にロンドンの水晶宮における航空博覧会で公開飛行に供せられた。固定翼の動力模型による史上初の公開飛行であった。ただし資料によってはこの機体も離陸ができず失敗に終わったとされる。 チャードのフォアストリートには彼の最初の原始的な機体をかたどったブロンズ像が置かれている。町の博物館では来年期間の発明以前にしてライト兄弟の友人飛行以前の飛行に関する展示が行われている。ストリングフェローはコンパクトな蓄電池も発明し特許を取っている。翼型について考察を行い史上初の風洞実験を行う。また、 多翼構造を指示。五葉のグライダーを試験した。ABCD 根本里氏、パイオニア飛行機物語 P16 から17、ファーストツーフライバイトーマス C パーラモア、P46 外、R. ウィリアムズ、ザワールドオブモデルエアクラフト、プットナム 1973P31、谷一郎、飛行の原理 P16ABC ロルフシュトレイル。 航空発達物語 P64 から65ありがとうございます。